インレギー連ス・サビヌスの非道を描いたフィリッピーのリッピがベルギニアの物語クラウディウス氏族は古代ローマの氏族の一つ。もともとはサビニ族を外し、ローマと平和的な関係を求めたアッティウス・クラウスが成人男性だけでも約500人のクリエンテスと共にローマへと移り住み、土地と元老院の議席を与えられた。最古の農村トリブスの一つが、 この種族名を冠している。共和政紀を通じて多くの政務官を送り出した。パトリキ系だけでなく、プレブス系でもマルケルス系を出しており、第二代皇帝、ティベリウスの頃までに、執政官28人、独裁官5人、ケンソル7人、外戦将軍6人、次席外戦将軍20人を数える。その後も、クラウディウス氏族の決闘は耐えることなく続き、 アウグストゥスの外籍として、ユリウス氏族と共に、帝政ローマの最初の王朝の皇族としての血統を築き上げることとなる。クロード、クローディア、クラウディオ、クラウディアといった人名はこの氏族に由来する。ルキウスというプライノーメンは罪人を出したためこの氏族では、忌避されている。チェーザレ・マッカリが元老院に登壇する盲目のカエクスプルケルラによって、 紀元前110年頃に鋳造されたデナリウス銀貨、ティベリウス・クラウディウス・ネロが、紀元前79年に鋳造したデナリウス銀貨、ネロは、サビニ人の言葉で豪胆といった意味を持つ。スポリアオピーマを奉納するローマの剣を刻んだデナリウス銀貨。ありがとうございます。